レア確定したー。おい、今度こそ伝説出るんだよな。ここまで来たのでそろそろ次のチャレンジに移りたいところ。今回は猫缶を使ってでも化け物を出したいと思っております。さすがにニャンコ島があったからチケットはたくさんあるな。猫缶もいろいろあってたくさん溜まってるから期待しちゃうぞ。いつものルーティンをして集中力を高めます。伝説が出たら撤退するため化け物を先に作れるのが理想。今回は排出率が高い11時に挑戦させていただきます。この前チケットで試した時そんなに成績良くなかったんだけどな。バベルが出れば次のガチャに移れるわけだ。超猫や僕猫も引いておきたいところだからさっさと成果を出したいな。それでは初回半額分猫缶で引きます。この時点で言えることは超激レア1体は入手できます。欲しいディオラムスくんは10分の1ですが果たして確定は最後だからまだ何も言えないが、どうせなら早い段階で結果が欲しいところだな。激レアがたくさん出ますが不要な分はポイントにします。今後の予定を合わせたいので本日どうしても当てたいのは毎度のこと。本当に激レアばっかり出てくるな。こんなんで本当に大丈夫なんだろうな。成果を出すべく全力で取り組みたいと思います。本当に激レアばっかりだな。すっげー強いやつも出てるから悪い結果ではないんだろうが。次が確定になります。確定はソドムくん。結構強いですが使う人はそんなに多くありません。何も持ってない状態ならかなり活躍するんだけどな。だがこれではダメだ。ではここからチケットで引いていきたいと思います。ミュージックスタート。全然ダメじゃないか。ではここで猫缶を投入。ここで猫缶を使えば必ず出るって私の勘が言ってるよ。ふん、どうなんだろうな。やったー。お時間かかりましたが伝説入手いたしました。さあその物騒なものを下ろしてください。ふん、やっと次の伝説が終えるわけだな。これで新しい伝説を追うことができるようになりました。現在伝説は5体。これで最後にディオラムスくんが出れば化け物入手で万々歳。取れなかった場合は超猫か僕猫にかけます。特に決まってない場合は一旦休むのもありだな。チケットはすぐ準備できるから、希望するシリーズがあるなら30連はすぐできるぜ。悩んでるところですが予定を見て決めます。ちょっと攻略したいところもあるのでそちらにも注力して何を優先するべきか決めたいと思います。ギャルモンやるんじゃなかったのか。ギャルモンの特重キャラが未発表なのでもうちょっと慎重に行きます。NP も十分溜まって満足ですが、確定の超激レアは何が出るのでしょうか。綺麗にくくりたいが出なくても価値格だからな。さて結果は、残念メギドラで化け物作成は失敗。でもまあ結果は出せたから次のチャレンジに移れるぜ。リリースされてるキャラを確認して次のチャレンジを決めたいと思います。ご視聴いただきありがとうございました。また見てくださいね。今回から口パクとメパクできるようにしてみました。タイミングとか違和感はないと思うからちょっとずつ調整していくぜ。